アマチュア無線、QSL カードドイツのアマチュア局の更新証明書、更新した日時や周波数帯、通信方式などを記入する欄がある。アメリカのアマチュア局の更新証明書デザインに趣向を凝らす、無線化も。QSL カードとは、アマチュア無線化が更新したことを証明するため、更新相手に発行するカードのことである。更新証明書とも呼ばれる。 QSL とは、休符号で、こちらは、受信証を送ります。という意味であり、医訳して、送信内容を了解しました。という意味で用いられる。日本アマチュア無線連盟では、その大きさを、長辺で1 4トル以上1 5トル以下、短辺で9トル以上1 0トル以下と、規定しているため、日本国内では、 はがきと同じ縦 148mm 横 100mm またはこれより数 mm 小さいサイズが一般的に用いられる。法的に QSL カードを発行する義務はないがアワードの申請などに必要な場合もあるため慣例的に交換することが多い。アマチュア無線の定義さえもなかった黎明期からの慣習であるが電波がどのくらいの距離を どの程度伝播したのか更新者同士で検証、確認する目的があったようである。更新証明書をはがきにするという考えは何人かのアマチュア無線化によってそれぞれ独自に考案されたようであり、確認できる最も古い QSL カードは1916年、米国ニューヨーク州バッファローの 8VX から ペンシルベニア州フィラデルフィアのサンティ Q へ送られたカードである。なお、当時はアマチュア無線の定義さえなく国際呼び出し不和差列は用いられていなかった。1919年にオハイオ州アクロンの 8UXCD ホフマンが記載事項を統一した QSL カードの原型を完成させたとされる。ヨーロッパでは 2UV。 ビル・コーサムが1922年にイングランドのハーレスデンから更新した時に最初に QSL カードを発行した。最初の10項目は必須であり、欠けているとアワード申請における所持証明の際に無効となる。QSL カード情報欄の例示局のコールサイン相手局のコールサイン送り先のコールサイン、更新したことを証明する。 胸の文言更新した都市付日とタイムゾーンを含む時刻 RST コードによる相手の信号の状況更新に用いた周波数帯もしくは波長帯または周波数更新に用いた電波形式時局の運用場所アマチュア衛星による更新の場合は使用した衛星の名称署名時局の運用場所 DXCC エンティティゾーン番号 JCC JCG ナンバー、グリッドロケーターによる、軽移動などの補助情報。自局の無線機や出力、アンテナ世界各国に、QSL カードを、転送事務を行う QSL ビューローと呼ばれる機関があり、それらを経由する方法である。郵便事務と同様に、受け付けた、QSL カード受付を仕分け、転送する仕組みである。 国によってはボランティアにより運営されている場合もあるが、日本では、ヤールが会員向けにサービスを行っているため、ヤール会員以外はビューローを利用できない。しかし、ヤールの会費を鑑みても、年間約88通以上の QSL カードを交換する場合は、口述するダイレクトよりは安上がりである。1972年6月までは、会員から非会員への転送も、 有料ステッカーの調布により実施していた。郵送によって QSL カードを送付する方法である。日本では郵政省が無線局情報をヤールに提供し、アマチュア無線局名録をほぼ各年ごとに発行し、書店で販売していたが、1990年版を最後に郵政省からの情報提供は行われなくなった。その後はヤールが 会員情報に基づく会員名簿という形で発行している。しかし、個人情報保護法施行に伴い会員のみへの限定反布となり、住所の詳細など、情報の削除にも応じるようにもなって、郵送での交換は困難となりつつある。しかし、デラックスペディションなど、賃曲と更新した場合、先瓶を用いるビューロー経由では、時間がかかってしまうため、 ダイレクトで送付し、返信を要求する場合がある。この際に相手に負担をかけないようにさせを用いる。国際的には、さえとする。IRC に変えて米ドル紙幣を同封することもある。なお、日本において一般に通常郵便物に紙幣を同封することは、郵便法違反であるが、外国紙幣は該当しない。相手先国での扱いについては、注意が必要である。 インターネットの普及に伴い QSL カードの発行を電子化する試みがある。このほか、E メールで QSL カードの画像を交換する方法もある。様々な事情により、QSL カードの宛先は必ずしも相手局ではなく他のアマチュア局が発行を代行することがある。これを QSL マネージャーという。特にデラックスペディションのために、 特別なコールサインで免許を受けている場合や無線局の設置場所が、壁地等で QSL を発行することが難しい場合に導入されているなお、ヤールでは国内局が他の国内局の QSL マネージャーになることは禁止している。アワードの申請にあたって QSL カードによる更新の証明を必要とすることがある。その際、 QSL カード記載内容の必須項目に脱落がないことが強く求められる。中には、電子、QSL は認めないというアワードも存在する。SWL とは、ショートウェーブリスナーの略であるが、短波に限らず、アマチュア無線局の送信を受信、傍受する人のことを示す。他人の更新や CQ を傍受した人から、受信報告書が届くことがあり、 これを SWL カードという。SWL カードが到着した場合は、報告内容を確認して SWL カードの変装を行う。ただし、QSL カードと同様で発行する義務はない。また、SWL カードは QSL カードの記載事項を一部修正して流用することがある。BCL を趣味とする人々にも、で、リカードという似ている仕組みがある。 ヤールの順位には、コールサインの代わりに記号と番号による順位番号が付与されることで、QSL カードと同様に利用することができる。QSL カードには、次局の運用場所だけでなく相手局の運用場所も記入しなければならないという人がいるが、これは都市伝説である。この説を唱える人は、相手局の運用場所の記入を必要とするアワードや、 距離証明があるからというが、ヤールは運用場所は自己宣誓するもので、相手局が証明するものではないという理由で、相手局の運用場所の記入のない QSL カードもアワード申請に有効としている。日本国内のアワード発行者の規定も特に定めのないものは、ヤールアワード規定に準ずるとしているのがほとんどである。また、ヤールは UHF 帯以上で、 更新距離認定を行っているが、申請には、QSL カードの記載事項に相当する、情報以外に、距離、時局と、相手局の経緯度及び標高、使用した、無線機、アンテナなどの詳細な情報が要求され、QSL カードの発行は関係ない。そもそも、相手局の移動地を、QSL カードに記載する場合でも、その内容は更新中に、 相手局が述べた内容を書くことしかできず、何の証明にもならない。更新証及び受信証の転送取扱い規定、アマチュア無線の歩み日本アマチュア無線連盟50年史、ヤール編集級出版1976年、中国放送、受信報告に見るラジオや局移転前後の、夜間聴取エリアの変化映像情報メディア学会。 平成16年2月20日発表、QSL カードの書き方日本アマチュア無線連盟、イヤル、QSL ビューローズハットヤール入荷案内年額7200ヤール会員局名608から9年版発行のご案内。ヤール、メールマガジン第49号2007年12月20日、郵便局イークする CC など、ハット、ヤールハウトゥー QSL カードの書き方アワードに、 関する Q&A の QSL カード Q-2 を参照 UHF 対以上の更新記録認定基準第3項を参照。ありがとうございます。